八神さんは普段から尾行されるんですか？まあ。仕事だからな。ターゲットに気づかれないコツは何でしょう？私は気づかれちゃうことが多いんです。いや、なんでただの高校生が尾行する機会があるんだよ。事件の匂いを嗅ぎつけると、つい。相手がどんな奴かわからないし危険だろう。いや、しかし事件が発生する前に防げれば御の字ですし。いや、お前が事件に巻き込まれるぞ。その視点はなかったです。いい加減にしろよ。
にしても天沢のおじいさんが有名なミステリー作家だったとはな。意外ですか？いや、むしろ納得。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われるとプレッシャーです。天沢喜多の孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはり数多の事件に関わり、探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない？天沢喜多の孫としてはさ。我慢をすると好奇心がうずく。謎を嗅ぎつけ。はじめまして。どうも。八神です。すみませんでした。ええ。ええ。はあ。天沢。ですが、実は
天沢。ええ。天沢。ええ。マジかよ。実は何だって？なあ、まさか。バカな。あの。お願いします。え？はい。
ありがとうございます。あの、でも来な。しばらく寝とくってん。一緒に行きます。何見てんの？おい！ったく、時間食っちゃったよ。行かれますか？あの、いや、
え？八神さん。まさか。察するに。ああ、八神さん。八神さん。
お。ということは。ああ。お願いします。わかった。ええ。いや。勝負です、八神さん。よろしく。
そんなもんかい。よし。よし。そんな。よし。練習が足りないのでは？やられたな。天沢。あ、え？察するに。そういえばお前、受験勉強は大丈夫なの？そのことはあまり考えないようにしてます。焦ると推理能力に支障が出るので。受験勉強に支障が出る方が問題だと思うが。そのことはあまり考えたくないですね。
真実から目を背けていいのか？受験という真実から。もうやめて。やれやれ。そちらですね。しばらく寝とけっての。でも来な。いい加減にしろ。一緒に行きます。Oi! Oi! 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 O
ん食っちゃったよ。行かれますか。ええ。飛ばす。なあ、なあ。ですが、なあ、は？実は、ん？え？ええ。
あの、はい、なるほど。おい、うん、あ、八神さん、うんうん、おい、ちょっと、天沢、どっからでも来な。おい、ああ、ふう、八神さん、察するに、ああ、ええ、八神さん。なんだ、ん、ん、あ、
ということは、なんだって？察するに、ええ、なるほど。まさか。まさか。ちょっと。